モンゴル帝国の最大領域パクスモンゴリカ、またはパクスタタリカとは13世紀から14世紀にわたりユーラシア大陸を支配したモンゴル帝国の覇権による平和で安定した時代を指す。いずれもパクスロマーナから派生した言葉、パクスシニカとは区別される。パクスシニカ同様、世界全域の平和が保持されたわけではない。 ユーラシア大陸の大部分はモンゴル帝国によって統一され、必然的に陸路による物流が活発になった。帝国領土内の様々な人々が自由に行き交う時代が到来し、モンゴル政府は関税を撤廃して商業を進行した。その結果、モンゴルに征服されなかった地域も回路を通じて公益ネットワークに取り込まれ、経済活動はさらなる発展を遂げることとなる。 ただし、非支配民族にとっては、自国を滅ぼされ、従属を強いられた苦難の時代でもある。また、14世紀のペストの大流行は、モンゴル帝国の時代に、ユーラシア大陸を横断する広大なネットワークが、形成された影響も指摘されている。ありがとうございます。